平野ーボ防具でのゴールデンボーイ、称号の裏に隠された真実とは驚愕。平野翔が英語で防具スタッフを魅了した瞬間を大公開。平野翔が最近のインスタグラム投稿で見せた姿が大きな話題となっています。彼の最新のインスタグラム投稿では、防具ジャパンのオフショットや Q&A セッションが含まれており、ファンたちを熱狂させました。特に、 彼が英語で防具のスタッフに挨拶し、その姿がゴールデンボーイとして絶賛されたことが注目されました。この投稿がきっかけで、彼のインスタグラムは日本のトレンドランキングで1位になり、多くのファンが彼の投稿に注目しました。特に、ファッションブランドルイ・ヴィトンのコレクションで見せた彼の姿が話題となりました。このコレクションはファレル・ウィリアムスがディレクションを担当し、ウエスタンコンセプトを取り入れたものでした。 平野翔は、その中でも特に印象的な衣装を見事に着こなしていました。ファレル・ウィリアムスは、ハッピーという曲で世界的に有名になったアーティストであり、デザイナーとしても活躍しています。彼が手がけた今回のルイ・ヴィトンのコレクションは、ウエスタンスタイルが強調されたもので、平野翔のスタイルとも非常にマッチしていました。特に、彼が着用していたデニムジャケットやリング、ニットなどのアイテムは、 高価ででありながらももそのの値を感じさせるものでした平野紫のインスタグラムでは彼のファッションだけでなくその背後にあるストーリーやコンセプトも共有されています例えば彼が着用していたデニムジャケットは約54万円リングは約77万円といった具合に具体的な価格情報も提供されていますこれによりファンたちは彼のスタイルに対する理解を深めることができます また、彼のインスタグラムにはショート動画も投稿されており、そこで見せる彼の表情や動きがファンたちを魅了しています。特に、彼がタコイズカラーの衣装を着用してリズムに乗る姿は、多くのファンから絶賛されました。彼の動きや表情からは、彼がどれほどアーティストとしてのセンスを持っているかが伝わってきます。さらに、彼のインスタグラムでは、 ボーグジャパンのオフショットや Q&A セッションも紹介されており、ファンたちは彼の考えや感じていることをより身近に感じることができます。例えば、彼がどのようにして今回のコレクションのコンセプトを理解し、自身のスタイルに取り入れているのかといったことが明らかにされています。このように、平野翔のインスタグラムは単なるファッションの紹介だけでなく、その背後にあるストーリーやコンセプトを共有することで、 ファンたちとのつながりを深めています。彼のファッションセンスやスタイルはもちろんのこと、それをどのようにして表現しているか、またその過程で何を感じているかといったことがファンたちにとって大きな魅力となっています。今回のルイ・ヴィトンのコレクションでは、彼の他にも多くの著名人が参加しており、その中でも平野翔の存在感はひときわ際立っていました。例えば、彼が着用していたダミエパターンのパンツや白シャツ、 ブーツなどのアイテムは、どれも高価でありながらも彼のスタイルに完璧にマッチしていました。また、彼が着用していたグローブやバッグも非常にスタイリッシュで、多くのファンから注目を集めました。このように、平野翔のインスタグラムは、彼のファッションセンスやスタイルだけでなく、その背後にあるストーリーやコンセプトを共有することで、ファンたちとのつながりを深めています。彼のファッションに対する情熱や、 どのようにしてそのスタイルを表現しているかといったことが、ファンたちにとって大きな魅力となっています。今回のボー g ジャパンのオフショットや Q&A セッションでは、彼がどのようにして英語でスタッフに挨拶し、その姿がゴールデンボーイとして絶賛されたかが明らかにされています。彼の英語力やコミュニケーション能力もまた、彼の魅力の一部として多くのファンから評価されています。さらに、彼のインスタグラムでは、 ファッションだけでなく、その背後にあるストーリーやコンセプトも共有されており、ファンたちは彼の考えや感じていることをより身近に感じることができます。例えば、彼がどのようにして今回のコレクションのコンセプトを理解し、自身のスタイルに取り入れているのかといったことが明らかにされています。このように、平野翔のインスタグラムは単なるファッションの紹介だけでなく、その背後にあるストーリーやコンセプトを共有することで、 ファンたちとのつながりを深めています彼のファッションセンスやスタイルはもちろんのこと、それをどのようにして表現しているか、またその過程で何を感じているかといったことがファンたちにとって大きな魅力となっています。平野翔のインスタグラムは、彼のファッションセンスやスタイルだけでなく、その背後にあるストーリーやコンセプトを共有することで、ファンたちとのつながりを深めています。彼のファッションに対する情熱や、 どのようにしてそのスタイルを表現しているかといったことがファンたちにとって大きな魅力となっています彼のインスタグラムではファッションだけでなくその背後にあるストーリーやコンセプトも共有されておりファンたちは彼の考えや感じていることをより身近に感じることができます例えば彼がどのようにして今回のコレクションのコンセプトを理解し自身のスタイルに取り入れているのかといったことが明らかにされています このように、平野翔のインスタグラムは単なるファッションの紹介だけでなく、その背後にあるストーリーやコンセプトを共有することで、ファンたちとのつながりを深めています。彼のファッションセンスやスタイルはもちろんのこと、それをどのようにして表現しているか、またその過程で何を感じているかといったことがファンたちにとって大きな魅力となっています。彼のインスタグラムは、彼のファッションセンスやスタイルだけでなく、 そのの背後にあるるストトーーリーやコンンセプをを共有すす。こととで、ファンたちとのつながりを深めています彼のファッションに対する情熱やどのようにしてそのスタイルを表現しているかといったことがファンたちにとって大きな魅力となっています今回の BOG JAPAN のオフショットや Q&A セッションでは彼がどのようにして英語でスタッフに挨拶しその姿がゴールデンボーイとして絶賛されたかが明らかにされています 彼の英語力やコミュニケーション能力もまた、彼の魅力の一部として多くのファンから評価されています。彼のインスタグラムでは、ファッションだけでなく、その背後にあるストーリーやコンセプトも共有されており、ファンたちは彼の考えや感じていることをより身近に感じることができます。例えば、彼がどのようにして今回のコレクションのコンセプトを理解し、自身のスタイルに取り入れているのかといったことが明らかにされています。 このように、平野翔のインスタグラムは単なるファッションの紹介だけでなく、その背後にあるストーリーやコンセプトを共有することで、ファンたちとのつながりを深めています。彼のファッションセンスやスタイルはもちろんのこと、それをどのようにして表現しているか、またその過程で何を感じているかといったことがファン。彼のインスタグラムは、彼のファッションセンスやスタイルだけでなく、その背後にあるストーリーやコンセプトを共有することで、 ファンたちとのつながりを深めています彼のファッションに対する情熱やどのようにしてそのスタイルを表現しているかといったことがファンたちにとって大きな魅力となっています。